みなさんこんにちは、みなりんです。今日は福袋がたくさん届いたので一気に皆さんと開けていきたいと思います。それでは早速始めてみましょう。まずはアースミュージック&エコロジーから。はい、まず最初に入っていたのがピンクのモコモコのセーターです。すっごくふわふわモコモコしていて手触りが気持ちいいです。続きましてこちら青いセーターです。胸元のところにパールがいっぱいついています。後ろはこんな感じです。次はこちら、個人的にはあまり似合わない系統の服かもしれないです。そして最後のトップスです。すごくシンプルなグレーのスウェットです。ちょっと腕をこうやって広げるとモモンガっぽい感じになります。はい、トップスは以上でボトムスはこれが入っていました。黒いベルベットのパンツです。せーの、よいしょ。はい、こんな感じですね。ふんふん、このズボンですが多分こっちのトップスの方が似合うと思います。これこれ、白と黒のストライプのやつです。ピンクのやつとも合わせてみました。すごく暖かくて動きやすい格好です。ではお待ちかね、じゃじゃん、コート。すごいふわふわモコモコしていて羊を思い出すコートです。で、アースはこれだけじゃなくていろんな小物も入っておっとおります。まずはマフラー、赤いマフラーは持ってなかったのでちょうど欲しかったのでよかったです。これともう一つはこちら、ネイビーとグリーンのマフラーです。バッグまで入っていました。グレーのモコモコした素材のハンドバッグです。これもまた可愛い。はい、で続いてヘッドバンドとネックレスも入っていました。チョーカー系は実は持ってなかったので初チョーカー系のネックレスです。小物系を全部合わせるとこんな感じです。もう盛りだくさんですね。アースミュージック&エコロジーの福袋は以上です。はい、では次はティティ&コーを開けていきます。バッグについてるこのスカーフもなんかに使えそうですね。なんか DIY しようかな。ではまず最初はこちら、白いタートルネックです。お、意外と緩くてきつくないです。それにこちら、可愛いスカートが入っていました。いや、もう動きがぎこちない。では次行きましょう。白いカーディガンが入っていました。ではちょっと一周してみましょう。なんかいつもよりお姉さんっぽい感じになってきました。ん？どうしたのかな？お腹痛いのかな？で、目玉のコートはこちらです。灰色のコートでした。おー、やっぱりお姉さんっぽいですね。で、最後に入っているのはこちら。黒いワンピースです。ん？あれ？ちょっと難しいかな？よいしょ。はい、こんな感じです。どうでしょうか？後ろは、あ、やっぱり最後までいけてない。コートとさっきのアースに入っていたヘッドバンドを合わせてみました。はい、で、ティティ&コーは以上です。はい、では最後の福袋です。ルビースポットを開けていきます。まずは胸元がキラキラしている白いニットとこちらの可愛いスカートが入っていました。合わせて着てみましたがいかがでしょうか。やっぱりこのボタンが可愛いですよね。次入っていたのはこちら、ピンク色のニットのセーターです。胸元がパールがついていてキラキラしています。で、後ろにはリボンがついています。さっきのスカートともすごく相性がいい感じです。次はワンピース。あ、でもちょっとこのワンピースは私にとって大きすぎるかもしれないです。お腹のところがちょっとブカブカです。そして目玉のコートはこちら、ジッパーとボタンが両方ついているコートです。ポケットのところがリボンになっていてコートの中では一番着やすかったです。はい、以上となります。皆さんはどれが一番好きでしたか？個人的にはロディスポットさんが一番好みの服が入っていたので嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。